男の旅は一人旅。すげえ、こんなの走んの。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。栃木県黒ヶ原駅を出発する桜井、彼には今夜ある目標があったのです。今日北海道を目指そう。彼は日本の地理を知らないわけではありません。実は番組が始まって以来およそ2129キロもの道を北上してきたのですが、ここ3ヶ月はたった381キロしか北上していないではありませんか。というわけで今夜はひたすら北を目指し、北の大地で冒険しちゃおうというわけなのです。幸いにも乗る電車は東北本線、さすがに北海道までは通っていませんが、こんなに北まで行けちゃうんです。こうして終電でブイブイ北上、こんなところに着きました。白川駅4つしか進んでねえよ。北行けねえじゃんこれじゃ。どうしよう。ああ、しまっちゃった。桜井が進んだのはこれだけでした。普通ならここでネタを探すところなのですが、桜井はもっと北を目指したいようです。それならテレビで見たことがあるあれをやるしかないでしょう。やりますか、ヒッチハイク。これはおかしい。テレビで見た通りにやっているはずなのですが、誰も止まってくれません。早い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 。やはり現実とはこうなのでしょうか。無視されっぱなしです。どうしようかな。見えないよね多分ここじゃ。乗せてくれないのならこちらにも考えがあります。アイデアマン桜井はちょっといいことを思いつきました。アトラックいっぱい。そう、最初から止まっているトラックを見つければいいのです。すいません、ヒッチハイクお願いできないですか。あー、できないね。なんとよくよく聞いてみると、運送会社の多くは関係者以外トラックに人を乗せてはいけないんだそうです。つまりヒッチハイクの人は乗せちゃいけませんということ。そうだったんだ。ダメだ。